こんにちは、粟田洋介です。今日はマットフレームを作りたいと思います。マットフレームっていうのはこういうのでちょっと硬い紙でできた枠なんですけど、額に入れるときに紙を後ろに入れて額に入れるものです。額を買うとこういうのが付いてるときもあるんですけど、自分で切ればこの大きさがぴったし使いたいものに合わせられるということと、あとはこの色ですね。ついてくるのってだいたい白とかですから、こういう色とか好きな色を合わせることができます。今日は小さいやつを作っていこうと思うんですが、何ヶ月か前のビデオで水彩画とマーブリングの絵を描いたんですけど、これのマットフレームを作っていきたいと思います。これをこのグリーンのやつで合わせて、私が前にペイントしたフレームなんですけど、これで合わせたら綺麗なんじゃないかなと思ってこれを作ろうと思うのと、あと2枚ですね。新しい、これはねイラストレーションボードなんですけど、綺麗でしょ。裏表色が違って両方両面使えるんですけど、今日はこの面でこれと合わせようかなと思ってね、すごい綺麗だなって。これが見てください。で、ちょっとこの額も私塗ったんですけど、これでちょっともうちょっと塗り足そうかと思うんですけど、とりあえず今日はね切るっていう作業をお見せしたいと思います。この絵ですね、これがねピンク、サーモンピンクの方と両方合うんですけど、額次第なんですよね。なんかこっち側にしようかなって思ってるんですね。色がね入るんじゃないかなと思って、これこれ入るんじゃないかなと思ってこっちにしようと思っています。さて、これも切らなきゃなんですけど、切る作業もとても面倒くさいですね。しょうがないか。マットを切るのに金属の定規とカッティングボードを使います。あとはこのカッターナイフですね。それでフレームの大きさをちょっと測ってみるんですが、この内側の部分ですね、測るのは 17.8cm の 12.9cm ってとこですかね。 17.8cm ですね。定規で紙を切るときなんですけど、カッターナイフで切るときにこっちの面とこっちの面があるんですけど、私はこっちの面で切ります。なぜならこっちの面でやるとカッターでギューってね、定規を傷つけてしまうことがあるので、私はこっち側で切ります。でこっち側、今度は 12. なんだっけ、ちょっとね小さめにするのがポイントです。なぜかというと額に入れるときに綺麗に入るからです。でここに綺麗に入るかどうか確認して、ここがなんか引っかかってるな。この部分をちょっと削ってみるということですね。これね、紙は綺麗に切れても額の方が歪んでる場合があるんですよね。絵の大きさにほんのちょっとかかるぐらい、この余った大きさですよね。ここにプラス3ミリって感じなので 3.1 とか2にすればいいんだな。 3.2 割る2は 1.6? 1.6 センチにしま、線を引きます。線を引きます。でこっち側もだいたい 1.6 センチになりますよね。そうするとさて、そんでこうなるわけですけど、紙がかかっているかどうか確認ですね。大丈夫そうですね。でこっち側にも余ったところをだいたい 2.9 ぐらい、こっちもだいたい同じような感じ 2.9 3.1、 これも 1.6 ぐらいですね。本当に 1.6 センチ、両方同じなんで綺麗な感じにまとまります。これがだいたいちょっとかぶさるぐらいですよね。これもこれも線を引きます。紙をこの額の大きさに切りまして線を引きました。こっち側が表になるのでこっち側裏です。45度にこうやって切っていくんですが、ここで使うものがこの定規は別に金属じゃなくてもいいんですけど、この溝が入ってる定規で、で
ここに後ろに滑り止めがついてるとなお良いです。あとは45度のマットカッターですね。刃が出てきます。段ボールでもフォームコアでも何でもいいですけど、カッティングボードはなくてもいいんですけどね、本当はこれを直接切る感じですね。段ボールとかでもいいです。この上にさっきのマットですね、マットをここに置いて定規を当てるんですが、こっち側から切ります。間違えてこっち側でやってしまうと、これが表になるんですが、間違えてこっち側からやってしまうと表がこういう状態に切れてしまいます。で、表をこういう、後ろがちょっと見えてますよね、こういう状態に切るためにはこうではなくてこっち側から切るということです。このね、あの矢印見えると思うんですけど、ここをね、ちょうどここの線の上に押せるような感じですね。で、これをねパチンってやって、スーッてやって、で、この線のところまで持っていきます。線よりもちょっとはみ出てもいいかな。で、もう一回戻して、で、これも線よりも若干戻すって感じですね。もう一回カチャってやって、で、これ線よりもやって、これを繰り返します。そうするとね、完璧に切れるとスーッてね、引く手がね、軽くなるんですよ。その時にやめます。で、切れました。で、それをこうこうこうってやっていきます。ここにも線がついてるんで、ここですね、ここから見えるんです。はい、マットが切れました。今度は絵を入れていくんですが、この裏のところにちょっと今セロテープしかないのでこれを使いますが、スコッチテープって半透明色みたいなテープの上から鉛筆でかけるテープあるじゃないですか。あれがいいって教わったんですけど、まあないので、あとね、私は個人的にはマスキングテープでもいいんじゃないかと思います。でも今日はこれを使います。で、これテープで留めるときに、ここってね教わったんですけど、その時によって私はこの4箇所に留めてしまうこともあります。で、なんでセロテープがダメかっていうと、剥がす時にこれ破けちゃうんですよね。紙がね、紙の一部がくっついて紙をダメージを与えてしまうことがあるんで、やる時に一回服でこうやってこういうふうにやって、それでこうテープつけると粘着力が弱くなるので、で、3箇所止まりました。出来上がりということです。額をこうやって入れて、こんな感じですね。はい、こんな感じで額が出来上がりました。で、1枚終わりましたけど、今月終わりから個展が始まるので、マットフレームを結構な数作る予定なんですけど、あーって思うんですけど、あんまりネガティブなこと言わない方がいいですね。じゃあこれからマットを作るぞって、まあいいやというわけで、今日はマットフレームの作り方でした。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。さようなら。